声の広報姫路11月号。皆さんこんにちは。朝夕冷え込む季節になってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。秋は空気の乾燥などによって火災が発生しやすくなるシーズン。11月9日から15日まで、守りたい未来があるから火の用心をキャッチフレーズに、秋の全国火災予防運動が実施されます。この機会にみんなで住宅防火を心がけましょう。それでは声の広報姫路11月号を早速始めてまいりましょう。今月の主な話題です。姫路大手前通りイルミネーションやフラットおいでよ家島交流センター、準備はできていますか、マイナ保険証などについてお知らせします。その他保険だよりやお知らせのコーナーなどです。あたらよにきらめく姫路大手前通りイルミネーション。あたらよとは開けてしまうのが惜しいほど素晴らしい夜のこと。幻想的な空間で大切な人と特別なひとときをお過ごしください。 JR 姫路駅と姫路城を一直線に結ぶ大手前通り、このシンボルロードを上質なイルミネーションが今年も華やかに彩ります。昨年よりもスケールアップした心浮き立つ光の祭典をお楽しみください。ポイント1、大手前公園と家老屋敷跡公園でもイルミネーションを楽しめる。今年の実施エリアは大手前通りだけでなく、大手前公園と家老屋敷跡公園にも拡大。姫路城彩雲ライトアップと連動し、およそ25万球の LED がそれぞれの場所をきらびやかに彩ります。ポイント2、映えるフォトスポットで思い出の一枚を。ポイント3、大手前通りの一部区間が歩行者天国に。非日常空間を楽しもう。大手前通りの一部、姫路城前交差点から大手前交差点が歩行者天国に。特別なイルミネーション演出やイベントの開催も予定しています。日時は11月23日祝日と24日日曜日は午後2時から午後10時、12月21日土曜日と22日日曜日は正午から午後10時。周辺道路では大規模な交通規制を実施します。詳しくは特設ウェブサイトで確認してください。姫路大手前通りイルミネーション、日時は11月22日金曜日から令和7年2月23日祝日午後5時から午後10時、週末祝日などは午前0時までです。場所は大手前通り、大手前公園および家老屋敷跡公園の一部、なお芝生広場でもイルミネーションを実施予定です。点灯セレモニー、日時は11月22日金曜日午後5時20分から。場所は姫路駅北駅前広場です。
お問い合わせは産業振興課、電話番号 221-2597 番です。姫路キャッスルヒストリー強化水月、三の丸広場で注目のライトアップイベントを開催します。人気の水鏡の演出のほか、今年度は石垣のプロジェクションマッピングなどを行います。また江戸時代に存在したとされる三の丸大寺を光の演出で再現するなど、雅な夜を演出します。有料入場者限定で特別なご乗員をプレゼントします。日時は11月22日金曜日から12月11日水曜日まで、午後5時45分から午後9時15分です。荒れた天気の場合は中止となります。入場料は一般1000円、中学生以下、障害者手帳をお持ちの人、介護者1人を含むは無料です。なお、期間中の日中は一部演出を無料で観覧できます。お問い合わせは観光コンベンション室、電話番号 221-1500、 姫路観光コンベンションビューロー 280-8883 番です。もみじ絵、園内の紅葉した木々を日暮れとともにライトアップし、昼間とは異なった夜間景観を創出します。期間中は開園時間を午前9時から午後8時に延長します。入園は午後7時30分までです。日時は11月15日金曜日から12月1日日曜日まで。入園料は大人18歳以上310円、子ども小学生から高校生は150円です。フォトコンテスト作品募集、題材は考古園の四季です。要件は令和5年12月1日以降に撮影した四つ切りカラー単写真、ワイド四つ切りも可能です。自作未発表のもの、組写真やモノクロ写真、個人が特定されるような顔が写っているものは応募できません。トリミング以外の加工は応募できません。申し込みは12月5日木曜日までにお持ちくださるか、封書で考古園へお願いします。宛先は郵便番号 670-0012 本町68です。1人3点までです。お問い合わせは考古園、電話番号 289-4120 番です。姫路城下町、ほろ酔い横丁と姫路食博。大手前公園に姫路播磨のご当地グルメの店舗やキッチンカーが集結します。食のおもてなしを行うとともに食の魅力を発信します。地酒や地ビールなども楽しめます。日時は11月22日金曜日から24日日曜日まで、午前10時から午後8時30分、ほろ酔い横丁は午後5時から午後8時30分です。雨天決行です。お問い合わせは観光コンベンション室、電話番号 221-2121、 姫路食文化協会、224-8803 番です。ミニフォトブック、ハッシュタグマイ姫路の旅
夜景編を発刊しました。ハッシュタグマイ姫路をつけてインスタグラムに投稿された写真を集めたミニフォトブック、新たな夜景編が登場しました。観光案内所、姫路観光ナビポート、市役所3階の広報課で無料配布しています。お問い合わせは広報課、電話番号221-2125番です。千姫フェスタと特別展示。千姫とは徳川家康の孫で二代将軍秀忠の娘、大阪夏の陣で夫豊臣秀頼と死別した後に本田忠時のもとに再嫁し、二度目の結婚をし姫路城へ入城した人物です。姫路ゆかりの千姫にまつわる品の展示と有識者による講演を実施します。フェスタは12月8日日曜日午後1時30分から午後4時、アクリエ姫路中ホールにて、定員は350人程度です。申し込み多数の場合は抽選となります。11月22日金曜日までにウェブサイトで申し込んでください。歴史学者の磯田道文さんが千姫と姫路城について講演します。姫路千姫検証会による演奏などもあります。特別展示は12月6日金曜日から22日日曜日、姫路文学館にて午前10時から午後5時、最終入場は午後4時30分です。茨城県常総市愚行寺の所蔵品など千姫にまつわる品を展示します。お問い合わせは観光コンベンション室、電話番号 221-2121 番です。フラットおいでよ家島交流センター。10月1日家島本島に家島交流センターが誕生しました。家島地域の高齢者の生きがいづくりへの支援に加えて、島内外から訪れるあらゆる世代の人の交流拠点としての役割が期待されます。家島にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてください。家島交流センターについて、所在地は家島町宮1410-12、アクセスは宮港から徒歩およそ15分、コミュニティバスでおよそ5分、赤坂家島交流センター下車、料金100円です。開館時間は午前9時から午後5時、休館日は月曜日、月曜日が祝休日の場合はその翌平日がお休みです。電話番号 325-2330 番です。家島の海と大地をイメージした青い屋根に落ち着いた外観を持つ家島交流センターには、Wi-Fi 完備のフリースペース無料があり、島民の皆さんや観光客の憩いの場としても利用できます。貸室は集会室と多目的室が2つずつあり、調理室や和室なども備えています。予約が必要です。60歳以上の人や障害のある人は無料です。また、環境にも配慮した従来の建物に必要なエネルギーの 50% 以下で稼働する省エネ施設、ゼブレディです。島の中心部にある好立地を生かして、島内外の皆さんに親しまれ愛される施設を目指し、これからいろいろなイベントなども企画していきます。どうぞご期待ください。
推しポイント1、 Wi-Fi が使えるフリースペース、ちょっと一休みしたい時にどうぞ。どなたでも無料で利用できます。推しポイント2、会議やイベントもお手の物。広々とした集会室は用途に合わせて大きさを変更可能です。予約が必要です。原則有料です。お問い合わせは生涯現役推進室、電話番号 221-2986 番です。対話型チャット AI によるお悩み相談の実証実験にご協力を。生成 AI を活用したお悩み相談システムの実証実験を行っています。ぜひご利用いただき、ご利用後のアンケートにもご協力をお願いします。引きこもり状態の家族が心配、誰かに話を聞いてほしい、もっと気軽に相談したい、窓口には行きにくい、そんな悩みに対して AI が相談に応じます。実証期間は10月17日木曜日から12月17日火曜日まで。相談の方法です。おしゃべりみたいに気軽に相談。1、スマートフォンで二次元バーコードを読み取り、ニックネーム、性別、年齢などを入力。2、メニューで相談したい内容の分類を選択。3、具体的な悩み事をチャットで相談。4、アンケートに回答。実験を通じてより良い相談窓口を構築します。相談した人を必要な支援につなげられるようサポートを行う窓口を目指しています。実験で得られたデータやご意見をもとに、今後より充実した福祉相談を実施していきます。お問い合わせは地域福祉課福祉つながる窓口、電話番号 221-2303 番です。予約不要、参加費無料、デジタル体験イベントを開催します。気軽に楽しみながらスマートフォンの活用方法を学べるほか、フレイル予防にもつながる e スポーツ体験などができるイベントを開催します。お一人でもお友達と一緒でも参加でき、参加者同士の交流もできます。日時は11月25日月曜日午前10時から午後4時。場所は総合福祉会館5階。駐車台数に限りがありますので、可能な限り公共交通機関などでの来場にご協力ください。対象は主に65歳以上の人。内容は e スポーツ体験やキャッシュレス決済、地図アプリなどの体験などです。イベントに参加すると姫散歩がもらえます。キャッシュレス決済等に使える1ポイント1円のポイントです。フレイル予防アプリでポイントの申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。またスマートフォンに関するお悩み相談、マイナンバーカードの健康保険証登録支援も同時開催します。ぜひご活用ください。お問い合わせは高齢者支援コールセンター。電話番号 221-1564 番です。市政ホットニュース。8月19日から26日。30年以上の友好の歴史、
昭和62年から姫路市と友好都市提携を結んでいる中国大原市との交流事業を実施しました。8月19日から25日には姫路市の大学生が大原市のある山西省に招かれ現地の学生と交流、24日から26日には大原市の一行が姫路市を訪問し、行政懇談会や姫路城見学、友好都市夕食会などに参加しました。また9月23日には姫路市文化国際交流財団が中高生を対象としたオンライン交流会を開催。参加者らは互いの文化や学校生活についての紹介などを行いました。今後も相互交流を行い、友好関係を深めていきます。9月16日、還暦でも元気いっぱい。水族館で今年60歳を迎えると推定されるアオウミガメの還暦祝いを実施。カメの代わりに赤いちゃんちゃんこを着た水族館ボランティアが花束に見立てたカリフラワーやレタスなどを給仕しました。1966年5月に推定2歳で徳島県の日和から姫路市へやってきたアオウミガメは今年7月時点で体重 93.1キロ、高長 84.0センチ、高幅 65.0センチ、高齢のため体表にカビが生える真菌症などを発症することがあるものの、その都度治療を行い旺盛な食欲を維持しています。元気よく餌を食べる姿に参加者から祝福の声がかけられました。9月17日、名月の下で贅沢なひととき。姫路城と高校園で歓月会を開催しました。姫路城三の丸広場では総局や姫路市出身の中村拓也さんによる津軽三味線、城山美月さんの演歌などのステージ演奏が行われたほか、お茶席や地酒のブースも出展。およそ1万1000人が訪れ、中秋の名月とライトアップされた姫路城を眺めながら優雅なひとときを過ごしました。高校園では庭園をライトアップし、茶室総寿庵で月見茶会を開催。訪れた人々は幻想的な景色を楽しみました。9月21日、特大花火が夜空に炸裂。姫路港で5年ぶりとなる姫路港祭り海上花火大会を開催し、およそ8万人が来場しました。今回は初の試みとして、オープニングでのドローン200機によるショーや有料観覧エリアなどの区分けによる雑踏事故対策を実施。露店は過去最も多い140店舗が出店しました。この日打ち上げられた花火はおよそ5000発。観覧場所からわずか300メートルの距離で特大の10号玉が打ち上げられると、その迫力に観客から歓声が上がりました。市長随走、市政速達。秋の夜を彩る光のイベント。姫路市では11月22日より大手前通りを色彩豊かな LED の光で華やかに彩る姫路大手前通りイルミネーションを昨年からスケールを拡大し実施します。 LED の装飾は昨年から3万球増やし、およそ25万球に。エリアも大手前公園や家老屋敷跡公園まで拡大します。また昨年好評を博した白鷺をイメージしたフォトスポット、白鷺の降臨の設置に加え、お城の近くで
思い出の一枚が撮影しやすいよう、大手前通りの一部区間を歩行者天国とする日を設けるなど、夜の街中のにぎわい創出に向け、さまざまなイベントを開催いたします。さらに、姫路城では人気の水鏡の演出に加え、三の丸広場をプロジェクションマッピングで幻想的に彩る、姫路キャッスルヒストリー強化水月を開催し、夜のお城を雅に演出します。点灯初日のオープニングでは、二人の一生の思い出にしていただけるよう、イルミネーションをバックにウェディングイベントを開催するなど、ロマンチックなひとときを提供する場としても、さまざまな演出に努めてまいります。ぜひ会場に足を運んでいただき、光に包まれる街中をお楽しみください。姫路市長清本秀康。アイメッセ通信出張版コラム。男性が抱える生きづらさ。11月19日は国際男性デー。健康やジェンダー平等など、男性が直面するさまざまな社会問題に注目し、意識を高めることを目的として提唱された記念日です。かつて内閣府が行った調査で、男性は悩みを相談したり弱音を吐いたりすることが少なく、プライベートな感情を見せない傾向があることが示されました。この結果には、男は強くあるべきなどの男性像の影響が考えられ、一人で悩みを抱えやすい男性の様子がうかがえます。このような男性が抱える生きづらさの軽減は、男女共同参画社会を推進する中で大事な取り組みの一つに位置づけられています。アイメッセでは、男性の相談員による男性のための電話相談を実施しています。悩みは抱え込まずに、まずは相談してください。男性のための電話相談専用ダイヤル 287-0804。 毎月第2火曜日午後5時から午後7時です。イベントアイメッセフェスティバル2024、一人一人のインクルーシブをテーマに、アイメッセ登録団体などによるさまざまなイベントを実施します。スタンプラリーも開催します。日時は11月23日祝日午前10時から午後5時。場所はイーグレ姫路です。気軽に誰でも創業相談ウィーク in 姫路個別相談会。日本政策金融公庫職員による個別相談会。創業についての素朴な疑問から、創業計画書の作り方などの専門的な内容まで、さまざまな相談にお答えします。日時は11月23日祝日午前10時30分から午後4時。場所はイーグレ姫路。定員は6人です。申し込みは11月20日水曜日までに、日本政策金融公庫のウェブサイトからお願いします。電話番号は 078-341-5135。 この記事についてのお問い合わせは、男女共同参画推進センター、電話番号 287-0803 番です。南海トラフ地震、あなたの備えは大丈夫？8月8日夕方ごろに発生した日向灘を震源とするマグニチュード 7.1 の地震を受け、気象庁が初の南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意を発表しました。姫路市でも災害警戒本部を設置し、
市民の皆さんへの注意喚起を行いました。この発表に伴う特別な注意の呼びかけは8月15日で終了しましたが、大規模地震発生の可能性がなくなったわけではありません。マグニチュード9クラスの地震が今後30年以内に 70% から 80%、 50年以内に 90% の確率で発生すると言われています。命を守るため、日頃から地震への備えを行いましょう。臨時情報が発表されたら何をすればいいの？南海トラフ地震臨時情報とは、南海トラフ沿いで地震などの異常な現象が観測された場合や、地震発生の可能性が相対的に高まっている場合などに、気象庁から発表される情報です。国や姫路市などから呼びかけられる臨時情報に合わせた防災対応を取り、その後の情報に注意しましょう。発表の流れ。南海トラフ沿いで異常な現象、マグニチュード 6.8 以上の地震の発生などを観測。5分から30分後、南海トラフ地震臨時情報調査中を発表。評価検討会を開催し、現象を評価します。最短2時間後、調査結果や評価をもとに、次のキーワードを付した南海トラフ地震臨時情報を発表します。キーワード1、巨大地震警戒。想定震源域内のプレート境界で、マグニチュード 8.0 以上の地震が発生したと評価されたときに発表されます。この臨時情報が発表された場合の警戒期間は2週間で、最初の1週間が最も警戒が必要な期間です。家具の転倒防止対策や非常持ち出し袋など、地震への備えを再確認しながら通常の生活を送りましょう。津波からの避難が間に合わない地域では、避難を1週間継続するなど、身を守るための行動をしてください。キーワード2、巨大地震注意。想定震源域内、またはその周辺で、マグニチュード 7.0 以上、8.0 未満の地震、あるいはゆっくり滑りというプレート境界面のゆっくりとしたずれによる地殻変動が発生したと評価されたときに発表されます。この臨時情報が発表された場合の警戒期間は1週間。ただし、ゆっくり滑りが観測された場合は、滑りの変化が収まってから変化していた期間と同程度の時間が経過したときまでです。地震への備えを再確認しながら通常の生活を送りましょう。キーワード3、調査終了。巨大地震警戒にも巨大地震注意にも当てはまらない現象だと評価されたときに発表されます。調査終了が発表される、あるいは巨大地震警戒や巨大地震注意の警戒期間が終了しても、大規模地震の可能性がなくなったわけではありません。地震の発生に注意しながら通常の生活を送ってください。日頃から地震に備えましょう。南海トラフ地震が発生した場合、姫路市では最大震度6強、地震発生からおよそ2時間後に津波は最高 2.5 メートルに到達すると予測されています。臨海地域を中心に液状化現象が発生する可能性もあります。いざというとき、慌てずに行動するためには、
家具の固定や水、食料の備蓄など、日頃からの地震への備えが大切です。備え1、非常用持ち出し袋の準備。中身をチェックしてみよう。食料品、賞味期限も。貴重品、ヘルメット、軍手、衣類、毛布など、携帯電話の充電器、ウェットティッシュ、飲料水、救急用品、マスク、懐中電灯、下着、携帯ラジオ、薬・お薬手帳。備え2、避難場所・避難経路の確認。ハザードマップで災害発生時の避難場所や避難経路を確認しましょう。また、姫路市では携帯災害避難カード、命のパスポートを市公式 LINE アカウントで運用しています。避難場所などを登録し、いざという時に活用しましょう。ウェブサイトからの印刷も可能です。地震が発生したら、緊急地震速報が発表されたときや、揺れを感じたときは、状況に応じて身を守る行動を取りましょう。屋内では、頑丈な机の下などに隠れて頭を保護する。屋外では、ブロック塀や電柱、自動販売機など、倒れそうなもののある場所から離れる。沿岸部では、津波に備えて安全な場所に避難する。備え3、災害時の情報入手手段の確保。姫路市では、防災行政無線をはじめ、市公式 LINE アカウント、全国避難所ガイド、姫路防災ネットなど、さまざまな手段を活用し、情報を発信しています。アプリの登録はお済みですか？いざという時に活用できるよう、事前にアプリをダウンロードして、日頃から使い慣れておきましょう。全国避難所ガイドのここが便利。現在地や指定した箇所付近の避難所を検索し、ルートを案内します。防災行政無線の放送内容や避難情報、地震情報などをプッシュ通知で受け取ることができます。サイレンは重要な合図。避難情報や津波情報、国民保護情報など、特に緊急を要する情報を伝達する際には、防災行政無線放送の冒頭にサイレンが流れます。サイレンが聞こえたら、テレビなどさまざまな手段で情報を確認し、身を守りましょう。お問い合わせは、危機管理室、電話番号223-9596 番です。準備はできていますか？マイナ保険証。現行の健康保険証の新規発行は12月2日月曜日で終了します。マイナ保険証のご準備をお忘れなく。健康保険証の新規発行が終了します。令和6年12月2日月曜日以降も、有効期限が切れるまでは、現行の健康保険証を提示して医療機関を受診できます。現行の保険証が使えるのは、最長令和7年12月1日月曜日まで。有効期限がそれより早い場合は、有効期限までです。現行の保険証の有効期限が切れたら、マイナ保険証を持っていない人には、加入する医療保険者から資格確認書が発行されます。申請は不要です。
詳しくは加入中の医療保険者に確認してください。マイナ保険証を使おう。医療機関を受診するときはずっと使えるマイナ保険証が便利。マイナ保険証とは保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナ保険証のメリットです。初めての医療機関でも今までの薬剤情報等を医師・薬剤師と共有できる。マイナポータルで医療関係情報を閲覧可能。確定申告の医療費控除手続きも簡単。手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが不要に。マイナンバーカードを保険証として使用するには一度だけ登録が必要です。次のいずれかの方法で手続きしてください。1、医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーで申し込む。2、マイナポータルから申し込む。パソコンやスマートフォンを持っていない人は図書館や各支所・地域事務所、駅前市役所等の行政情報端末で申し込み可能です。端末の操作はご自身でお願いします。3、セブン銀行の ATM から申し込む。4、住民窓口センター内の特設ブースで申し込む。マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号、数字4桁の分かるものをお持ちください。申し込み手続きの支援を受けられます。医療機関での使い方。1、受付。マイナンバーカードをカードリーダーに置いてください。2、本人確認。顔認証、または4桁の暗証番号を入力してください。3、同意の確認。診察室等での診療、服薬、検診情報の利用について確認してください。高額療養費制度を利用する人は、続けて確認・選択をお願いします。4、受付完了。お呼びするまでお待ちください。お問い合わせは、姫路市マイナンバーコールセンター電話番号 221-2150 番です。11月10日から12月9日までの保険だよりです。予約制の専門医による心の健康相談は、南保健センターで11月11日月曜日、保健所で11月28日木曜日、西保健センターで12月9日月曜日、時間はいずれも午後1時30分から午後3時まで行います。予約制のアルコール問題相談は、南保健センターで11月11日月曜日、保健所で11月28日木曜日、西保健センターで12月9日月曜日、時間はいずれも午後1時30分から午後3時まで行います。予約制の生活習慣病相談は、11月12日火曜日、11月19日火曜日、11月26日火曜日、12月3日火曜日、時間はいずれも午前10時から午前11時30分まで行い、場所は保健所健康会電話の上調整となります。予約制のフレイル予防相談は、中央保健センター安富分室で11月19日火曜日、時間は午前10時から午前11時30分まで行います。予約制の結核相談、結核定期健康診断は、保健所で
11月15日金曜日、12月6日金曜日。時間はいずれも午前10時から午前11時15分まで行います。なお、4ヶ月時、10ヶ月時、1歳6ヶ月時、3歳時の各検診や7ヶ月時の健康相談は対象者へ個別にお知らせします。予約と詳しいお問い合わせは、心の健康相談、アルコール問題相談は、保健所健康課電話番号 289-1645、生活習慣病相談、フレイル予防相談は、保健所健康課289-1697、結核相談、結核定期健康診断は、保健所防疫課289-1721番までお願いします。家島町休日当直医は、家島診療所で11月10日日曜日、11月16日土曜日、11月17日日曜日、真浦クリニックで11月23日祝日、11月24日日曜日、防衛院で12月7日土曜日、12月8日日曜日、いずれも事前に連絡が必要です。診療時間など詳しいお問い合わせは、家島診療所、電話番号 325-0485、 真浦クリニック 325-0995、 防衛院 326-0253 番までお願いします。今月のお知らせピックアップ。自転車の危険運転の厳罰化。道路交通法の改正に伴い、11月1日金曜日から自転車運転に関して新たな罰則が課されるようになりました。自転車の運転中における携帯電話の使用への罰則、現行5万円以下の罰金。改正後、交通事故を発生させるなど交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。携帯電話を保持し通話や画面を注視した場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金。自転車の酒気帯び運転への罰則、現行なし。改正後、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。酒類の提供者や同乗者、車両の提供を行った人に対しても懲役や罰金が課されます。お問い合わせは危機管理室、電話番号 221-2090 番です。安富地域での移動にタクシー待機場所の活用。安富地域でタクシーを利用しやすくなるよう、安富事務所駐車場の一角にタクシー待機場所を設置しました。路線バスを降りた後、自宅までのラストワンマイルに利用できるほか、待機場所にタクシーが停車している場合は、自宅への迎車、お迎えにも対応しています。なお、イベント等により利用できない日があります。場所は安富事務所駐車場。タクシー会社への事前予約が便利です。また、タクシーの到着に時間を要する場合や、迎車料金が発生する場合があります。連絡時にご確認ください。ただし、タクシー料金は自己負担です。お問い合わせは、地域公共交通課、電話番号 221-2493 番です。12月3日から9日は、障害者週間。障害者週間は、国民が障害や障害者に対する関心と理解を深め、障害者の社会参加への意欲を高めることを目的に、障害者基本法で定められています。姫路市では、障害のある人もない人も共に自分らしく生きられる社会、共生社会づくりを目指しています。ルネス花北公開セミナー、ギャラリーコウスケ株式会社
代表取締役で、全国障害者と共に歩む兄弟姉妹の会事務局長の太田信介さんが、障害のある弟と共に歩む兄弟の絆と題して講演。日時は12月8日日曜日午後2時から午後4時まで。場所はイーグレ姫路アイメッセホール。定員は先着順で250人です。申し込みは11月10日日曜日から29日金曜日にファックスかウェブサイトで、件名、住所、郵便番号、参加者全員の氏名、振り仮名、年齢、電話番号、学生は学校名、学年と配慮が必要な場合は、その旨を総合福祉通園センターへお願いします。ファックス番号は 224-3173 番です。姫路よっといで文化祭。障害のある人が作品や演奏などを披露します。日時、場所、内容の順にお知らせします。12月7日土曜日、午前10時から午後3時まで、イーグレ姫路地下1階アートホール、ステージ発表。12月7日土曜日、午前10時から午後5時まで、イーグレ姫路1階ロビー、地下1階展示室、個人、事業所作品展。12月8日日曜日、午前10時から午後4時まで、イーグレ姫路1階ロビー、地下1階展示室、個人事業所作品展。令和7年1月8日水曜日から15日水曜日まで、午前8時35分から午後5時20分まで、市役所1階市民ロビー、巡回展、手のひらアート。令和7年1月22日水曜日から2月5日水曜日まで、終日、姫路駅前中央地下通路、巡回展、手のひらアート。ただし、施設の閉館日は開催していません。9月23日、手話言語の国際デー、ライトアップ。手話が言語であることの認識を広めるため、姫路城とアクリエ姫路をシンボルカラーである青色にライトアップしました。お問い合わせは、総合福祉通園センター、電話番号 288-7122、障害福祉課 221-2454 番です。緊急通報機器、安心コールのご利用。緊急時等にコールセンターへ通報できる緊急通報機器を一人暮らしの高齢者などに貸し出しています。通報を受けたコールセンターは、近隣の協力員への駆けつけ要請や救急車の出動要請をするなど、速やかな救助活動を行います。コールセンターには365日24時間、看護師等が待機し、月1回利用者に健康状態などの確認を行っています。対象、次の1から3すべてに該当する65歳以上の市民。1、一人暮らしをしているか、同居者が寝たきりなどによって緊急時に対応できない。2、固定電話の契約がある。3、協力員、おおむね5分以内に利用者宅へ駆けつけることができる人を2人確保できる。費用は機器設置費8,800円、市民税非課税者は無料です。月々の負担はありません。お問い合わせは高齢者支援課、電話番号 221-2316 番です。子どもを守る、家族の健康を守る、 AMR 薬剤耐性対策。 AMR とは、抗菌薬が効かなくなる薬剤耐性のことで、感染症の治療が難しくなる深刻な問題です。
AMR の主な原因は、不必要な抗菌薬の使用により、細菌が耐性を持ってしまうことにあります。抗菌薬が効きにくい種類の細菌が増えると、これまでは軽症で回復できた感染症の治療が困難になり、流行・重症化のリスクが高まります。AMR が原因で、年間100万人以上の人が亡くなっており、対策が遅れると、令和32年、2050年には1000万人以上の人が死亡すると予想されています。AMR の拡大を防ぎましょう。誰にとっても大きな問題である AMR。その対策の鍵となるのは、一人一人の行動です。家族みんなで協力し、健康な社会を次世代へとつなげていきましょう。AMR 対策、3つのポイント。1、感染症を予防する。手洗い、咳エチケットを徹底。定期的なワクチン接種。2、抗菌薬を適正に使用する。風邪の初期には抗菌薬は不要。医師に確認し、処方された薬は残さず飲み切る。症状が軽くなったからもう飲まなくていいか、一錠減らして飲もう、など、医師などの指示と異なる飲み方をすると、耐性を得た細菌の出現リスクが高まってしまいます。3、正しい知識を持つ。AMR の基礎知識を学ぶ。信頼できる情報源から知識を得る。お問い合わせは、地域医療課、電話番号 221-2399 番です。農林漁業祭り。姫路で生産された新鮮な野菜や、採れたての海産物などが大集合します。姫路市の農林水産業を知り、秋の味覚を一気に手に入れられる絶好の機会です。会場周辺におよそ900台分の無料駐車場があります。ぜひお越しください。日時は11月9日土曜日、10日日曜日、午前9時30分から午後3時まで。10日は午前9時から午後2時まで。いずれも雨天決行です。場所は農業振興センターです。触れ合いコーナー、カニ釣りや木工体験、芋掘りなど、ふるさと物産即売コーナー、レンコンや白菜、新米などの農産物、海苔や牡蠣などの海産物、農水産加工品の販売、姫路和牛焼肉の試食コーナー、10日のみ、スマート農林業機械実演展示コーナー、手作り朝ごはんコンテスト受賞作品の展示、その他萩学園園児による演技、9日のみ、バザーなどです。お問い合わせは農政総務課、電話番号 221-2496、 農業振興センター 263-2220 番です。諸社山もみじ祭り。諸社山円行寺で恒例の諸社山もみじ祭りを開催します。住明院や金剛堂に加え、1月に新たな国指定重要文化財に指定された万里殿の内陣を特別公開します。期間中の夜間には紅葉ライトアップを、11月16日土曜日夕方には三つの堂広場で和太鼓演奏を実施します。日時は11月15日金曜日から17日日曜日。文化財特別公開は午前10時から午後4時まで。ライトアップは午後5時から午後8時までです。
料金など。入山指納金、中学生以上500円、小学生300円が必要です。諸社山ロープウェイ往復利用の場合は、大人、中学生以上1200円、子供、6歳以上600円が必要です。お問い合わせは、観光コンベンション室、電話番号221-1520、諸社山円行寺、266-3327、諸社山ロープウェイ、266-2006番です。姫路花と緑のガーデンフェア、見て、学んで、体験してをテーマにした子どもから大人まで楽しめる緑化イベントです。日時は11月16日土曜日、17日日曜日、午前10時から午後4時まで。場所は大手前公園です。講習会。日時、イベント名の順にお伝えします。11月16日土曜日、午前11時から、特別講習会、自然の恵みを楽しむベジタブルガーデン、フラワーガーデンと家庭菜園の融合、講師は藤田聡さんです。11月17日日曜日、午後1時から、緑化講習会、球根植物の魅力、秋植え球根を楽しもう。講師は県立フラワーセンター職員です。なお、当日直接会場へお願いします。ステージイベント、金管バンドやキッズチア、学生によるダンスパフォーマンス、バンド演奏など。ワークショップ、有料です。人気の多肉植物の寄せ植えや植物に関連した小物作りなど、展示、販売、造園業者による緑化展示や子どもたちに人気の移動博物館車、夢博、17日のみ、高所作業車、ミニショベルなど公園管理で活躍する働く車が登場します。植物や園芸資材の展示販売もあります。無料コーナー、草花に関する相談のほか、花と緑の迷路など、体験ブースもあります。お問い合わせは、公園緑地課、電話番号 221-2412、姫路市まちづくり振興機構、291-1914番です。人権週間記念講演会。ゴスペルシンガーの市岡優子さんが、私の面白い家族、見方が変わると心が柔らかくなると題して講演します。日時は12月18日水曜日、午後2時から午後3時30分まで。場所はイーグレ姫路アイメッセホール。定員は280人。申し込みは12月5日木曜までに、通常はがき、ファックス、ウェブサイトで、件名、住所、郵便番号、参加者全員の氏名、振り仮名、年齢、電話番号、学生は学校名、学年を、人権啓発センターまでお願いします。宛先は、郵便番号 670-0012、本町 68-290、ファックスナンバー 282-9820 番です。
お問い合わせは人権啓発センター、電話番号 282-9801 番です。お知らせのコーナー、 J アラート試験放送のお知らせ。 J アラート全国瞬時警報システムの正常な動作を確認するため、防災行政無線の屋外スピーカーから試験放送が流れます。日時は11月20日水曜日午前11時。内容、チャイム音。これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災姫路です。チャイム音。なお、気象状況等により中止となる場合があります。お問い合わせは危機管理室、電話番号 223-9601 番です。朝一番の水道水は飲み水以外に。上下水道局では安全な水を家庭に供給していますが、朝一番やしばらく水を使わないときは、水道水が給水管に長時間とどまるため、水中の塩素が少なくなり、消毒効果が薄れることがあります。また、昭和53年以前に建築された建物では、給水管に塩管を使用している可能性があり、微量ながら鉛が溶け出している場合もあります。念のため、使い始めのバケツ1杯程度の水道水は飲み水以外に使用してください。遠征給水管取り替え工事への助成。工事費の2分の1、上限5万円を助成する制度があります。詳しくはお問い合わせお願いします。お問い合わせは上下水道サービス課、電話番号 221-2734 番です。国民健康保険療養費の支給。緊急かつやむを得ない理由で国民健康保険非保険者証を持たずに病院にかかった場合など、一旦費用の全額を負担したときは、申請によりその費用の一部が療養費として払い戻されます。時効は2年。詳しくは問い合わせをお願いします。お問い合わせは国民健康保険課、電話番号 221-2341 番です。日曜朝一。日時は12月1日日曜日、午前8時30分から午前10時まで。場所は農業振興センター。内容は、新鮮な季節の野菜のほか、鉢花、花苗、ストック、金魚草、ビオラ、ミニハボタン、ガザニア、ナデシコ、ノースポール、アリッサムなど、農産物販売所周辺などで販売します。お問い合わせは、農業振興センター、電話番号 263-2220 番です。音楽の町姫路。日時、内容などの順でお伝えします。11月17日日曜日午後2時から、バロック in 姫路、バロック室内楽の優越、荒木優子さん、バロックバイオリン、三宮正光さん、バロックオーボエ、村上由紀子さん、バロックファゴット、大塚直也さん、チェンバロによる演奏です。入場料一般3000円、高校生以下1000円、全席指定です。12月7日土曜日
午後2時から、池部慎一郎芸術監督シリーズ、音楽を覗いてみよう。第8回、ブラームス。池部慎一郎さんのお話とともに名曲を楽しみます。演奏は、吉田由紀さん、バイオリン、稲田雄介さん、チェロ、西岡ひとみさん、ピアノ。入場料、一般2000円、高校生以下1000円、全席指定です。12月8日日曜日、午後3時から、公共市姫路、公開合唱ワークショップ。作曲者の池部慎一郎さんが歌い方のコツなどをレクチャーします。場所はいずれもパルナソスホール。お問い合わせはパルナソスホール。電話番号 297-1141 番です。姫路市の人口と世帯数。人口は男251,050人、女268,340人、合わせて519,390人。前月と比べて94人減少しています。世帯数は231,206世帯で、前月と比べて143世帯増加しています。姫路市の人口と世帯数でした。今月の声の広報姫路はいかがでしたでしょうか。さて、12月1日から10日まで年末の交通事故防止運動が行われます。この時期は日没が早く、薄暮れ時や夜間の交通事故が多発します。夕方や夜間に外出するときは反射材や明るい色の服を着用し、交通事故に遭わないように気をつけましょう。また自転車などを運転するときは早めにライトを点灯し、交通事故を防ぎましょう。声の広報姫路へのご意見ご感想、市政への提言、現在カセットテープ版をご利用の人でデイジー版 CD や音楽 CD 版の貸し出しに変更を希望される人はお気軽に、広報課電話番号 221-2072 までお知らせください。企画姫路市広報課、制作グループ Q でした。